マジか。リザードンすごくないですか。大人気のポケモンなので。え、これ以上高いのあるんですか。あります。ちょっとすごすぎるな。いきますよ。お、いいですね。これ一箱に1枚しか入ってない。え、きた。はい、マイゴロさん、続いてのお店です、はい、うんうんうん、続いてのお店ですね、こちらマギさん。マギさん、はいはいはい。あの、結構その界隈では有名なんですけど、ええ、トレカっていわゆるポケモンとか、ポケモンとか最近だとは、はい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 、全く知らないです。知らないです。あの、持ってもないです。でもなんかすごいっていうのはなんか聞いてますよ、噂で。じゃあ、行ってみます。はい、行きますか。失礼します。こんにちは、よろしくお願いします。前園です。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ専門店なんですか。あ、そうです。どれぐらいあるもんなんですか。数千枚は。数千枚はある、はい、ポケモンカードとかワンピースとか。はあ、いや、いっぱいあって。だからほら、ポケモンなんかも僕通ってないんですよね、そのゲームとか。だからあんまり全然知らないんだけど。あ、でもいっぱいあるね。で、これポケモンでしょ。違う。そうですね。あ、それポケモンです。ですよね。はい、ポケモンですよね。え？89,000円ですか。はい、そうです。90,000。これもう、あの、いわゆるレアなカードなんですか。もうそうです。いわゆるレアなカードになります。諦めない男、比江島慎。国際大会で負け続けた数10。勝ち続けたいから。努力をする。諦めない男はかっこいい。チャップアップシャンプー。え、89,000円ですか。はい、そうです。90,000。これもう、あの、いわゆるレアなカードなんですか。もうそうです。いわゆるレアなカードになります、ええ、普通のカードと違って、なんかちょっと光るっていう、光ってるポケモンたちっていうのがすごく低確率で出てくるパックが昔ありましたね。はい。え、かカード1枚ですよね。そうです。すげえな。ちょっとびっくりした。本来何円のものを買ったらこういうのが出てくるパックなんですかね。当時多分150円ぐらいのパックの中から低確率で出てくる。何枚入ってるんですか。10枚。あ、10枚入ってるんですか。それぐらい入ってました、ね、あ、で、はい、その中に、まあ、紛れてこういうレアなやつがたまに。たまにです、ね、低確率。そんな入ってないですよね。そんな入ってないです。今もそうなんですか。今もまあ似たようなそういうレアなカードっていうのは存在してて。あ、で、今もう買えるのは買えるんだ。買えるのは買えます。ただやっぱこれはもう古い、もう当時の何年前っていうカードになる。レジェンドというか昔のカード。そうですね、伝説みたいな感じです。今はもう買えないです。絶版になっちゃってる。そっか、もう出ないんだもんね。古ければ古いほど高いってことですね、はい。まあ、ざっくり言うとそうなりますかね。まあまあまあ、そういうことだよね、はい。うわ、今の現行の例えば150円で購入して、はいはい、それでいいのが出たときに、はい、10年、20年持っていたら10万円とかなったりするんですか。可能性は秘めてます。あ、そういうことか。その当時は別にと思って、まあ、なんか持ってたけど、これ10年経ったら。お姉さん好きなんですか。大好きです。それも集めてらっしゃったんですか。集めてました。ちっちゃい時からポケモン自体好きだったので。じゃあぶっちゃけすごいカード持ってるでしょ。今ないんですよ。え、どうしたの、それカード。あげちゃったりとかして。うわ、だからなんで取っとかないの。これもそうですか。そうです。いろいろ分かれてですね。え、マジか。え、リザードンすごくないですか。リザードン大人気のポケモンなので。そうなんですか、はい。え、これ59万。なんすか59万って。うわあ、すごい。これリザードン。え、普通の、え、普通のカードじゃないですか。トレカの価値が上がってったのって、はい、いつぐらいからですか。5、6年ぐらい前に急に上がった感じはあります、ね。それは5、6年前に何がきっかけで、ね、急に上がった。きっかけは分からないんですけど、投資目的の方が増えたんですよね、その時期に。はあ、投資目的。そうです。資産ってやつ。いや、そうでしょう。
したんだよね。下とかあれだよね。これはワンピースカード。ワンピースだね。ワン、あ、たっけ。ワンピースも高っ。いやほら、43万とかあるの。ルフィ。うわー、すげえなー。これ左と右一緒じゃないですか。PSA 鑑定っていう、はい、そのカードの鑑定をしてくれる会社があるんですけど、そこに出してきたものになります。ちゃんとその鑑定をする方がいるんですね、専門の、はい、印刷がそう綺麗とか、うん、状態が綺麗だとかを専門的に。そうですね。そうするとやっぱランク付けがされるので、うん、価値が分かりやすいっていうか。そういうことなんだ。やっぱり希少性のあるものに価値がつきますね。例えばこの漫画背景って言われる背景が、ああ、漫画になってる。そうです、うん、だと大体5000枚ぐらい開けてやっと出るかどうかみたいな。5000枚それだけ買っても出るかわからないみたいな。この辺のワンピースのカードは今も買えるんですか。今も買えるパックから出てくるカードになります。ただなかなか入ってないんだもんね。 43.5 万円のパックは今もありますか。うちでも取り扱いあります。え、じゃあ僕が今200円にしたっけ。はい、当たる可能性あるってことでしょ。当たる可能性はあります。ちょっと見せてもらっていいですか。かしこまりました。初めてそのパック見ますから。うちでもこういったものに。これ何枚入ってるんですか。これ24パック入ってます。これでもあれが出る可能性はある、ね、可能性あります。本当ですか。本当です。あれ以外にもでもいいやつ入ってないんですか。少しだけありますね。漫画背景のものが複数種類入ってるので。ああ、なるほど。あれが出なくてももしかしたら。そうです。ありますか。やります？出たらどうします。え、出たら売ります。払ってくださいよ。うわ、じゃあ開けますよ。はい、結構入ってる。すっごこういう状態なんですね。ほら、全部出します。出します。ちょっとね、かー、うわ、これいくつ入ってんだ。一つも24。ちょっと倒れそうだ。うわ、すごいね。もうなんか価値ありそうだね、これだけで。いきますよ。開きましたよ。一発目から来る可能性あるから。普通っぽい。絶対普通だね。この子光ってますよ、ちょっと。あ、この子レアですね。レア。レア。ね、だって光ってるでしょ。キラキラしてる。キラキラ。いくらぐらいですか。100円ぐらいですか。100円。なるほど。ちょっとこういう楽しみあるね。あ、光りました。あ、いい感じに光ってますね。いい感じ。光るやつが1枚入ってるの。おそらくそんな感じじゃないですか、今のところ。今のところそんな感じです。トン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 、あ、入ってますね。1枚入ってんだね。うん、まあ一応、あ、なんか見てよ、ちょっとゴールドっぽくない？そこだけちょっと見せて。ほら、こうやってちょっと今までゴールドないでしょ。ほら、店員さん全然興奮してないですね。ドン。同じカードです、リアリティ的には。あ、そうなんですか。そんなに。半分ぐらい開けますよ、ね、だからもう慣れてくるからもう2枚ずつ切るよ、もう。だんだん慣れてきたからこうやっていかないとね、もう。あ、いいですね。でしょう、はい、結構プロの手つきにやってる。なんか後ろキラキラしないですか。うん、そのもうさ、キラキラ、もうキラキラ全部してんのよ、ほら。ちょっ
違うやつ。ちょっと違う。あれ？あれ？これちょっと違います？ちょっと違うキラキラです。ちょっと違うね。良さそう。お。あ、いいですね。お。これはいくらですか？この2つは。200円か300円ぐらいかな。あ、でも100円からだんだんちょっといいだんだん来ましたよ。ちょっと楽しいね。楽しいですね。うん。お、いいですね。これ一箱に1枚しか入ってない。え？来た。いくらぐらいですか？1000円ぐらいです。1000円ぐらい来た。一気に来たね。こういう楽しみがあるのか。あ、もうこれでもう終わりですよ。ラスト。ラストです。さあ、もう最後ですよ。トン、トン、トン、トン。ルーさんにとってかっこいいとは？ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって？髪の毛はあるよ。ウルトラ育毛剤チャップアップ。トン、トン、来い。ありがとうございました。まあこれぐらい今出ましたね、はい、こういうのももしかしたら価値が少し上がってくるかもしれないですか、取ってたらっていうことですよね。ちょっとでも面白いですね、やっぱりね、こういうのってね。ワクワクしますよ。ワクワクするよね。ちなみにいくらぐらいで1500円ぐらい。1500円はいったいけばいいかな、うん、いい方っていう感じ。はあ、やっぱりレアな、カードを引き当ててやっぱなかなかですね。そうですね、まあ、だから魅力があるんだろうね。今回お参りさんである、はい、高額カード、うん、高額カード、はい、用意してもらってるので、ええ、ちょっとそちら見せてもらう。あ、はい、え、まださっきより高額カードあるんですか？高額カードあります。こちらが最近オープンした新しい2号店みたいな形です。あ、2号店、はい、新しい。すごいですね、需要があるってことも、じゃあちょっとお願いします。はい、すいません、いいですか？はい、どうぞ。お願いします。あ、すごいすごい、2号店。これ なんかまた違うカードも置いてあったりするんですか？そうですね、はい、向こうの店舗にない在庫を結構取り揃えてまして、はい、遊戯王カードとか。あ、そうなんですね、はい、ちょっと炭焼けしてるんだ。そうです。うわ、でも十分向こうのさっき見たのもね、値段的にすごい高かったから。こちらですね。はい。うわー、すごいね、いっぱいある。107万。そうです、プロモーションカードで、はい、大会で勝った人しかもらえないっていう、ま、そんなカードになります。さっき僕は開けたやつに入ってませんでした？ゾロの。いや、もう全然、ま、隠してるのもある。え、これ以上高いなんですか？あります。じゃあ高額賞金第3位から見せてもらいます。3位から？お持ちします。3枚もあるの？まだ。お待たせしました。こちらです。128万円。光る恋キング。そうですね。とこのポケモン赤いんですけど、はい、色違い金色になるんです。うわ、あ、本当だ。ほら、ほら、わかる？角度で。ほら、ね。うわ、すごい。光ってて。128万。そうです、特にこれ当時の大会とかで勝った人がポイントを貯めてもらえるっていうカードになります。さっきの100万もそうですよね。そうです、ね、
チャンピオンになってもらえる。そうです、大会に勝つともらえる。やっぱそういうのはよりレアですよ、うんうん、これが3位ですか。3位まだ2位1位ってあるんですか。あります。まだちょっとジャブ。ジャブ。ジャブ。驚愕だね。10万ぐらいとかやっぱするのかなと思ったけど、ちょっとやっぱ違うよね。桁が。第2位って言いますか。いいですか。言っちゃって。はい。お願いします。失礼します。はいはい。持っていくんですね。取ると思ってんだな俺。こちらは第2位です、はい。第2位。160万。これはあの鑑定出してますよね。そうですね、これも先ほどのゾロと一緒で、はい、大会に勝った人だけがもらえるカードを。やっぱそうなってくるんだね、はい、さらにそれをまた別の機関が鑑定してるってことによって、その品質が保証されてる、付加価値がさらにそこに乗ってる、また倍乗ってきてる。これはちょっとダミーですね。もう高いのでちょっとダミーで置かせていただいてもうこういうところにね、これを置くわけにはいかないから。いや、そんな重くないですよ。これ重いとかだとさ、またこうちょっと例えば時計とか慎重になるじゃない。別に重くないし、そのダイヤとかがほら時計なんか散りばめられてちょっとこう緊張感あるけど、そんなね、160万の重さの感じあまりしないですよ。持った時の重さ、正直ね、それはやっぱりないですよ。このくらいになってくると投資目的の方が結構ピンポイントでこのカードが欲しいみたいな感じで来る方もありますかっていういるんだね、はい、そういうことでしょ。これ2位でしょ。じゃあ1位いってみますか。よろしいですか。いいですか。はい、失礼いたします。また持っていきますね失礼します、はい、絶対取ると思ってるんだよ俺は。いない間に。すごい世界ですね。知らないとはいえ、こちらが第1位の、はい、第1位カードになります。218万。え、カードはどこですか。この中に入ってます。開けてないでしょ。開けてないです。分かんないじゃないですか。これはもう入ってるものが確定しているカードになります。確定。シリアルナンバー入りの限定のプロモーションカード。現品がないので画像になるんですけれども。え、あ、これが中に入ってるんですか。そうです。これもやっぱ配布、大会の配布カードになります。特にこれはシリアルナンバーが入ってまして、500分のいくつっていうシリアルが入ってまして。あ、でも500枚あるってことなんですか。最大で500枚。最大で開けたらいくらなんですか。開けてもほとんど値段変わらない。そうだよね、だってね、はい、もう分かってますもんね。2022年の大会になりますね。フラッグシップバトルっていう、ね、うん、結構期間が長い珍しいタイプ。それぞれの地区予選勝ち抜いた強者だけが手に入れられる。今こちらの店舗で一番高いカードというのはこれ、はい、200万台いきましたか、はい、最近だとこれとちょっと別のルフィが400万ぐらい。400万。400万。あ、じゃあそれが残ってた、それが一番高かったってことですか。そうです。2日ぐらいで売れちゃったので、半年ぐらい前にリリエっていうその女の子のポケモンカードがあったんですけれども、はい、うんうん、それが3000万円ぐらい。3000万。はい、3000万。新築の家ですよそうですね。どうですか、トレカの世界。いや、もう勉強になりましたし、はい、チャンスがあればちょっとぜひ投資目的ではっきり言いますけれども飾ってほしい、飾ってほしいっていう思いがね、はい、ありますから。いや、でも楽しかった。さっきのはどうしますか。1500円分の、あ、あれ売ります。飾ってください。パティックはやっぱり憧れますよね、はい、ちょっとこう落ち着いた感じするじゃないですか。しますね。え、ちょっと待って、え、桁が違うぞ。3500万円。パティックの中でも超複雑系の、うわー、見て、どうやって作るのかな、これ手作業ですもんね、はい、全部ね、芸術ですよね。資産価値があって腕にもできるというのはやっぱり魅力だなと思う。なるほど。
怖いですよ、今年。